川端です。よろしくお願いします。今回は、かいち未来中学校の問題です。中学入試なので、小学校6年生が解く問題となります。9で割ったら、小と余りが等しくなる整数をすべて足すといくつになりますかという問題です。ぜひ動画止めて考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。まず、割って余る問題出てきたらですね、やること決まってるんですね。まあ、例えばですね、7割る3はと聞かれたら、2余り1という具合になりますよね。で、ここでですね、小学校の時ですね、確かめしなさい、見直ししなさいと言われると思います。どうやって見直しをするかというとですね、割る数3に小をかけて、余りを足したものが割られる数になっているかどうかを確認するんですかね。割られる数は割る数かける小足す余り。6足す1で7。確かに成り立ってますよね。ということで、割って余る問題出てきたらですね、この割られる数は割る数かける小足す余りということで、この式を意識してください。ただし、注意点が一つだけあって、例えば、7割る3は、これ、1余り4とは書きませんよね。これ確かに、割られる数は、割る数かける小足す余りっていう式は成り立ってしまうんですけれども、3で割ってるのに余りが4っていうのはおかしいですね。つまり、割る数と余りの関係は、必ず割る数の方が大きくなきゃいけないというのがあります。はい。じゃあですね、こちらの問題で解いてみると、9で割ったら、ある数をですね、ある数を9で割ったら、小と余りが等しくなった。まあ、小がわかんないので、ちょっと四角と置きましょうか。余りもわからない。等しいんだから、小と余り、両方とも四角と置きます。そうすると、今、割られる数がわかんないですね。で、割る数9です。かける小、四角。足す余り。四角。割られる数は、割る数かける小足す余り。ということで、このように表現できますね。まあ、ちょっと四角と置くとね、なんかピンとこない、人もいると思うので、まあ、四角を X としたら 9X 足す X みたいなものです。で、これは 10X になりますよね。つまりこれは、10かける四角という具合になるんですね。ということは、この四角に、0とか1とか2とか3とか、この数を当てはめることによって、この9で割ったら小と余りが等しくなる数が出てくるわけです。まあ、とりあえず一回やってみましょうか。例えば四角が1だったら10ですね。10を9で割ったら1余り1で確かに割る数と、小と余り等しいですね。2だったらね、20割る9。ね、2余り2で確かに小と余りね、等しくなりますよね。ということで、じゃあ上げていくということで、10足す、上げて足すわけだから、10足す、20足す、30足す、40足す、50足す、60足す、70足す、80。で、これ、いくつまで足すのかってことなんですけど、ここで重要なのはこの式なんですね。割る数と余りは割る数の方がでかいよと。今、9で割ってるわけだから、この余りは9未満なわけですよ。9より小さい。つまり、8。四角に8が当てはまる。つまり8って10かける8で80です。だから80まで足したものが答えになるわけですね。で、これは普通に足し算すればいいわけですけども、一応ですね、まあ、ちょっと工夫するならばね、一番前と後ろを足して10と80足して90、20と70足して90、30と60足して90、40と50足して90。つまり90のペアが1、2、3、4個ありますよね。なので 90×4 で360とやると、まあ、ちょっと気持ちいいかなというふうに思います。はい。ということでね、中学入試の問題でした。以上で解説終わります。では。